皆さんこんにちは。本日は金沢港クルーズターミナルにお越しいただき誠にありがとうございます。金沢港クルーズターミナルは6月1日に金沢の新たな海の玄関口としてオープンいたしました。そして本日11月1日金沢港は1970年の開港から50周年を迎えました。本日はその記念として祝海風音楽とともにと題しまして13時は菅沼浩三&フレンズの皆さんによるスペシャルライブをお聴きいただきます。それではお願いいたします。皆さんこんにちは。
今日は金沢港開港50周年記念ということで、スペシャルライブをお送りしますが、今日は、我々、菅沼浩三&フレンズということでお送りします。メンバーを軽く紹介しましょう。では、今日ね、セッションリーダードラマーは菅沼浩三。ベースは浅田健。そして、ギターボーカルは、米口半夜敦史でございます。よろしくお願いいたします。1曲目はスタンドバイミーという、ね、曲をお送りしました。今ねソーシャルディスタンスなんてこう、ね、言ってますんで、なかなかそばにいてくれって言いづらい時期ですけど、そういう願いを込めまして歌ってみました。はい、では次はですね、今日は、ビートルズの曲なんかも歌っていこうかなと思ってるんですが、これは多分有名なところだと思いますけど、ビートルズで有名な曲オブラディオブラダをお送りいたします。Kiss running in the yard. There's more than one.
ありがとうございます。オブラディオブラタからですね、この曲は私のオリジナルでインスタンツという曲なんですけど、ちょっと続けて聴いていただきました。今日はですね、菅沼さんのグッズやですね、私の CD なんかもそちらで、ね、販売したりしてますんで、ご興味のある方はぜひね、声をおかけください。よろしくお願いいたします。さて、今日は金沢港50歳の誕生日ということで、誕生日の歌をね、送りたいと思うんですけど、今日誕生日の方ってまさかいらっしゃいませんか？そうそういないですよね。おめでとう。先週の日曜日、菅沼浩三さんお誕生日でした。おめでとうございます。イエーイ。ハッピーバースデートゥーユー。ワン、ツー、スリー、ワン。君の包み込むようなその声が、僕の心にできた傷をいつしか癒してくれるのさ。大きなその目に見つめられ、
皆さんこんにちは。ドラマーの菅沼浩三です。今日金沢港50周年、ね、この記念すべき日演奏させていただいてますが、菅沼浩三って一体誰やねんと思われてる方もいらっしゃると思いますが、まあ、あの古いところでは谷村新司さんの伴奏をしたり、チャゲ&アスカーで12年間ね、あの叩きまして、セイイエスとかのヤーヤーヤーの頃ね、で今また復帰させていただいて、アスカバンドでアスカさんの伴奏をねやってまして、先月テレ東のテレ東祭りで、あの始まりはいつもとか、うわーってやつを、ね、後ろで叩いておりましたが、あの前回のツアーはね、ビルボードの弦の人たちとストリングスと一緒にツアーして1年間、 DVD が今月発売になっておりますんで、あの興味のある方はネットでアスカブルーレイとか DVD とかやればね、僕が叩いてるやつが出ると思います。はい、今日は一つよろしくお願いします。そして半年です、アツシがギタリストからピアニストに。そう、いや、あのですね、今日はあのお誕生日というテーマでずっとねこう進めていってるんですけど、先月ね、あのジョン・レノンの誕生日でして、あの今年は生誕80周年なんですね、ジョン・レノンが。で、リミックス、リマスターのアルバムが新しく出まして、でその中で、まあ、代表曲でイマジンという曲があるんですけど、映画ご覧になった方はご存知かと思いますけど、白いピアノでジョンが弾くんですよね。でここはこの白いピアノがありますんで、ぜひイマジンを弾き語りさせてくれと無理を言って拙いピアノでお送りします。ジョン・レノンでイマジンです。Someday you'll join us.
とうございます、気が済みました。さて、時の過ぎるのは早いもので、次の曲で、最後の曲になるんですけど、今年はですね、もうあの皆さんもマスクしてらっしゃいますけど、非常事態宣言が出た後、ね、我々ミュージシャンはですね、プータロー生活に入りまして、まだトンネルを抜けきってないという状態でしてね、もう大変ですよ本当にね。いつ Go to Music が始まるかも楽しみにしてます。本当ですね。ね、なんかね、格闘技とかね、野球とかは解禁になってお客さんいっぱい入れてるのにね、エンターテインメントの世界はね、結構目の敵にされてます。本当そうですよ、ね、あの海外もそうみたいです。あのニューヨークでね、ブロードウェイとかブルーノートであれだけね、大きくなったのに、自粛してもねぎらいの言葉一つないって。そうですね、あの向こうのミュージシャンがぼやいてましたけど、そうそう、でまあまあぼーっとしてるのもなんですんで、曲を作ったりするんですけど、まあステイホームというね、言葉が流行ってましたんで、ステイホームというそのままのタイトルの曲を、作りまして、そしたらなんと、菅沼さんもそうですし、ケンちゃんもそうですけど、この曲じゃあ俺らも演奏するからとか言って演奏していただきまして、でですね、その時はまだあのライブができませんでしたから、YouTube の動画を作って、今 YouTube にアップしてあります。あの興味のある方はあそこに、QR コードがありますので、携帯でピッと読んでいただくと、 YouTube で、まあ、ステイホームとかね、検索していただくと、ステイホームはちょっと多いかもしれないですけどね、多いですよね、めっちゃありました ね、だからあれが一番確実、あれが僕の動画に、直結いたしますんで、ね、興味のある方はぜひどうぞ、ね、いきなりあの構造さんがですね、カウントを数え出してますね。なんかね、あったかい映像でね、米口ファミリーが全員出てましたよ、ね、そうそうそう、あ、うちの家族も出てね、それからご近所さんも家でね、お庭でキャンプしてるような写真を送ってくださったりして、そういうのをこう取り込んで、作っております。で、まあせっかくですから、うちの息子をちょっと紹介しますけど、今日はあのピアノをこの曲で1曲弾いてくれるんで、うちの息子ラクです。ラクという名前です。はい、いいですか、ということで、じゃあ、我々最後の曲になりますんで、ステイホームという曲で、最後にしたいと思います。では聴いてください。先祖が必死に生きてきたから、僕がここで歌うのは、何億人もの可愛い子孫が僕を見つめて、ではなく、 Stay
いるのは君がここにいるから。 Stay home、 立ち止まることではなく Stay home、 明日を想像すること。 Stay home、 それは足踏みではなく Stay home、 繋いでいくこと。 Stay home、 Stay home、 Stay home、 Stay home。ありがとうございました。ステイホームという曲でした。菅沼浩三&フレンズ、ドラム菅沼浩三、ベース浅田健、ピアノ米口楽、そして、米口半夜淳でした。ありがとうございました。アンコールありがとうございます。そうですか。じゃあ、ありがとうございます。いきますよ。カモンケン、カモンケン。
出演者の皆さんありがとうございました。今一度拍手でお送りください。以上で13時の部を終了いたします。ベイサイドコンサートはこの後15時にも行いますので、そちらもぜひお聞きください。